はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数学的機能法丸5をお送りします。で、機能法これで5本目で、次回の丸6で機能法終了となります。あと、こう数列のこの章も終了になるんですけど、で、今回も1問のみです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、数学的機能法を使うんですけど、求めるものは一般項なんです。その一般項 AA の推測、こうだろうなって予測をして、で、それが正しいことを機能法を使って証明するっていった問題で、ほとんどの時は、ほとんどのテストの時とかでもこういう風に書いてくれます。こうやって推測して機能法を求めろよって、たまーにこれ書いてくんない先生見たことありますけど、だいたいこう出てくるので、で、まず推測しろって言ってるから推測します。で、今ね、初項が2なんだよ。で、 an プラス1が2マイナス an 分の1と、これが成り立ってる。で、この時に an がこれだろうなと。で、どう推測するかっていうと、まずまあ a1 はね、2って書いてあるので、 a1 2でしょ。で、地道に、まあ、俺は A4 ぐらいまで、計算して出していきます。で、A2 は、この式の N に1を入れる。そうすると、A2 イコール、一応書いておこうか。2マイナス A1 分の1だから、2分の1で、つまり2分の3になります。これ A2。で、次 A3 は、この式の N に2を入れれば、A3 ここがなるからね、 A3 イコール2マイナス A2 分の1です。 A2 だからね、2入れてるから。で、今 A2 分の1っていうのは2分の3分の1なんです。で、これはね、ぜひ覚えていただけた方がいいなと思いますけど、こうなった時、ここの逆数になります。3分の2って。で、なんでそうなるかっていうと、もともと分数っていうのは上分、分子割る分母だから、計算すると1割る2分の3なんだよね、これ。ちゃんと計算すると。で、これ1割る2分の3って3分の2になるので、結局3分の2になるんですけど、まあ、分子が1で分母が分数だった時は、まあ、こう下をね、ひっくり返せばいいよって覚えておいた方が、わざわざね、これ計算するとちょっとめんどくさいんでね。まあ、覚えちゃうといいかなと思います。で、3分の2なんで、結局これ3分の6だから、計算すると3分の4。で、もう一個いこうか。A4 イコール、ここに3入れればいいから、2マイナス A3 分の1。さっきと同じだね。これひっくり返せばいいから、4分の3。なので、4分の5となります。で、大体まあ A4 ぐらい前出せば、こう規則性が見えてきて、あ、これかなと予想できると嬉しいんですけど、もし厳しければもうちょっと調べてみて、規則をね、見つけてもらえたらと思います。で、これ、何が規則かっていうと、これ2をね、あ、これ本番2って書いていいんだけど、意図的に、1分の2って書くと分かりやすくって、1分の2、2分の3、3分の4、4分の5、4分の5、じゃあ次5分の6、6分の7ってなるだろうなと予想がつきます。つまり、これ、より、AN は、今、大事なのは、まあ、1分の2、2分の3ってなってると思うんだけど、ここの数字とここの数字の対応を見てほしくって、A にくっついてるこの数字と分母が同じなのね。だから、ここが N だったら、下が N になります。同じだから。で、上はその N より1個足した数字になるから、こうなるだろうなって予想ができる。で、これを一応ね、この後、機能法使っていくんで、丸1とか置いて、と、まあ、推測すると。まず書いておきます。まあ、推測しろって言ったからね。で、推測したので、じゃあこれがちゃんとなってることを、今から数学的機能法で証明するっていう流れです。で、あとは一緒ね。もう、機能法だから、ただの。なので、まず1番。今、N が1からスタートしてるんで、いつも通り、n イコール1の時で、ここに1をね、代入すると
A1 イコール、ちょっと待ってね。あれだね、1はって書いておこうか。1に入れたよって分かるように、1は A1 イコール1分の2。で、まあ当然ね、計算したからなるんだけど、2になったんで、もともとの A1 イコール2と一致してるから、ほら、成り立ったよねっていう。これでまずスタートは OK だよね。で、次に大事なのが、じゃあ K の時。ね、1が成り立つと仮定します。で、1が成り立つってことは、ここに K を代入してるので、AK イコール K 分の K プラス1が成り立つと仮定します。ね、仮定すると。で、いつも通り K プラス1の時の時を考えるんだけど、これゴールをちょっと意識しておいてほしくって、結局 K プラス1が成り立つっていうためには何がゴールかっていうと、まあ、当然ここに K プラス1を代入したものにゴールに導きたいのね。だから今導きたいゴールは K プラス1ここねに入れる、でここにも入れるから分母は K プラス1で、分子も、まあ、K プラス1たす1なんで K プラス2って計算できるんですけど、まあ、ちゃんとゴールっぽく書くんだったら、こうなってほしいのね。今、これを計算、K プラス1がね。で、絶対やっちゃいけないのが、K プラス1を入れればいいやと思って、いきなりここに入れて、A の K プラス1イコール、これ、こう入れて、こうなっちゃったみたいな。いや、ちゃうちゃうみたいな。になってしまうので、そうじゃなくって、どう考えるかっていうと、この式、もともと、与えられてるからさ、この式の、N のとこに K を入れてください。これはもう使っていいんで与えられてるから。で、N のとこに K を入れれば勝手にここが A の K プラス1になるからね。なので、この式を使って K プラス1イコール2マイナス AK 分の1となります。今ここに入れただけ。で、これを使ってこいつを計算してあそこに持っていきたいんです。で、今、AK っていうのはこれだからここに入れるでしょ。で、さっき言ったように分数分の1なんでひっくり返るから、結局上と同じね。2マイナス K プラス1分の K になります。これ、ここ計算入れてから計算したら、で、これ通分するとこっちもね、分母と分子 K プラス1をくっつけるんで2カッコ K プラス1マイナス K となります。これ今通分ね、ここで展開するとこれね 2K プラス2になります。で、 2K プラス2で計算するから分子が K プラス2になるので、 K プラス2って書いてもいいんですけど、このゴールに近づけたいんで、これ結局 K プラス2なんだけどね、上なんだけど分けて書いてあげた方がいいですね、この場合は。だから、K プラス1分の、カッコ K プラス1プラス1と、ほら、ゴールにたどり着いたでしょって。で、こうなったから、ここまで書いておけば、よって、N イコール、K プラス1の時、成り立つよと。いつも通りだね。で、これを書いたら、機能法の締めなので1、2よりすべての自然数 N について1か丸1あいかついて成り立つと。これは機能法の締めだね。けれど今回出したいのは結局一般項を出したいので、よっで、ちょっと右になっちゃうけど、まあ、以上よりでいいか。以上より、AN は最初に推測したので当たってたでしょ。だから、AN イコール N 分の N プラス1でしたね、と。
これで終了となります。なので今までやってきた、機能法と変わらないです。何が足されたかって最初に推測するっていう行為が足されただけなので、ここの推測を外したらもちろん外します。だからここに関してはきちんと自信を持ってちゃんとね、ボーンと出せるぐらいまで調べていって、推測してください。基本的にはこうやって書き出していけば、数字の特徴が分かりやすくなる問題ばっかなんでね、そんなに苦労はしないとは思うんですが、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B の数学的機能法丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回でね、いよいよ機能法の最後、そして数列のこの章の最後となりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。